こんにちは、こんばんは、葵です。今回は邪聖剣ネクロマンサーPC エンジン初の RPG ですね。うん、実況も PC エンジンは初となります。確かね、この CM のキャッチコピーがね、夜一人で遊ばないでください、こんな感じでしたね。ホラーですね。まずね、このソフトのパッケージがね、すごいんですよ。 HR ギーガーさんが書いてます、ハンス・ルドルフ・ギーガーさんですね。映画のね、エイリアンとかのデザインもされた方ですね。有名な。そしてね、タイトルでもわかる通り、ネクロマンサー・ネクロノミコン、つまりクトゥルフ神話がモデルのお話です。あのボスとかでもヨグソトースとかね、ナイアルラトホテップだっけとか、あとダゴンとかインスマウスがね、ザコとかで出てきます。やっぱすごいのがね、この BGM ですね。このオープニングもね、すごい印象的なんですけど、あの街の音楽とか、戦闘とか、あとね、なんだっけ、フィールドのものがね、一番有名なので、後でじっくりとお聞かせします。では早速始めて、ニューゲームでいきます。名前を決めるんだね。カタカナでいこう。カタカナだとね、使える文字が限られてるんだよね、なぜか。じゃあちょうど葵と入れられるようなので、決定。はい、まずこのグラフィックね、当時ファミコン世代だったんで、これはファミコンのライバル機として登場した PC エンジンなので、これびっくりしましたよ。はい、このドット絵の作り込みすごいですね。これ池とかもなんかすごい結構書き込んでありますよね。不気味なところがすごくかっこいい。魔物を倒している勇者を、お前のことか。ここはあえていいえ、ならば言わない、立ち去れ。あ、終わった終わりかな。はい、はい、そうか、お前が来たら通せよとギムル様に言われておった。さあ入られよ。じゃあ入りましょう。このじいさんがギムルだね。じいさんちょっと話くどいから、ちょっと先に、この女性に話しかけてみよう。この国を襲った魔物は別の世界からやってきました。すると戦うには強力な武器が必要でしょう。南に行った祠に、かつてこの城に仕えた人が住んでおります。その方の持っているバーンの杖、バーンの杖懐かしいは、今は亡き王様が与えた不思議な武器とか。王様は死んじゃったんだね、もうすでに。ぜひ譲ってもらいなさい。ってことは、あとはこのギムルにのくどい話を葵殿、よく参る。わしはジェイの僧に仕えてきたギムルと申す者、どうか私の話を聞いてくだされ。このイシメリアの大地に恐ろしい魔物が現れ、残虐の限りを尽くしております。そしてついに王まで、我が王は亡くなられる前におっしゃいました。我々に残された最後の望み、それはネクロマンサーだと。かつて天空の神々が与えた悪魔との戦いで使ったという伝説の剣がイシミレのどこかにあるらしいのです。葵殿、そなたの力と勇気で、そんなのあったかな、伝説のネクロマンサーを探し、魔物を打ち破ってくださらぬか。あ、強制イベントね。いや、戦うことを避けられぬ定め、目を背けてはいけませぬ。そなた一人危険さらすわけないか。我が城の精鋭たちを紹介しましょう。これらの者は各々が素晴らしい力を持っております。しかし城の守りに3人は残ってもらわねば困るのです。なるほど、お気に入ったものを2人選んでお供に連れて行けるということですね。よし、じゃあ話をまず聞いてみよう。1,2,3,5 人ですね。5人の中から2人を選べと。じゃあ1人ずつ、まず女の子、私は貧しのライム、ライムさんですね。
攻撃する魔法ならこの城で右に出るものはいない、うん、ドラクエで言えば魔法使いですね、うん、戦に行くならぜひ私を連れてってって連れて行きたいけどね、この子ね魔法はいっぱい覚えるんだけど、うん、ちょっと弱いかな体力とかね。はい、私は勝つ。また魔術しか、ねドラクエで言えばそう、ドラクエ基準なんだけど、僧侶ですね。敵から身を守ったり体力を回復する魔法が得意だ。長い旅ではきっと役に立つ。まああまり重い武器は持てないし格闘は苦手だがね。しかし私がいるはなかなか死なないぞ。本当に死なないんですよ、うん、この人は買いです。いや行くべきですね。連れて行くべきだ。さあこの、よう、俺様は天下無敵の狩り子とバロンだ。魔法は全然使えねえが。で、魔法は全然使えねえってところはね、もうアウトなんですよ。うん。樹林力の力と不死身の体が自慢の種を魔物どもをどもを蹴散らすなら俺を連れて行かねえのは損だぜって。なんか、源田鉄章さんが声をやったらいい感じになると思います。うん。この人はね、序盤は確かにめっちゃ強いんですよ。だけどね、魔法が覚えられないので、うん、アウトですね、はっきり言って。うん。俺はマイスト。みんなは早手のマイストと呼んでる。素早さにおいて誰も遅れとったことはない。武器も魔法もかなり使いこなす。自分で言うのなら役に立つ男だぜ。うん。シーフ的存在ですね。うん。ただこのゲームはね、盗むとかそういうコマンドはないので、うん。あと、潰しは効くんだけど、大した魔法覚えないし、うん。逃げ容易にはいいんですけどね。まあ、使えねえやつですね。はい。ルミナです。ルミナです。これと言って取り合いありませんが、ぜひとも葵様のお力になりたいのです。お願いです。一緒に連れてってください。うん、はっきり言ってね、このルミナね、葵に惚れてます。うん。わかりますよね。それね、取り柄ないって言ってるけど、うん、めっちゃ強くなるんですよこいつこの子、うん、序盤は確かに大したことないんだけど、武器もいっぱい扱えるし、魔法もね結構覚えて、もうボスラスボス前になるとガンガン強くなりますね。多分バロンよりも強くなるんじゃないかなじゃあこのバロンはなしだな。でやっぱりこのロミナとカオスで決まりですね、うん、ちなみにこのバロンとこの誰だっけ、このライムさん二人で行ったらもう地獄でしたねということで、まずロミナ、そしてバロン選ぶとこだった。カオス、あぶね。よし、よし、はい、これでね歩くとね三角形描くんですよ。これがねまたかっこいい、当時画期的でしたねこれ。ほら、うん、王国の人々のため頑張ってくれ。よし、頑張ります。もうちょっと一通り町の人に話聞いてみようかな。あの魔術師おかしいんだ、近寄らない方がいいよ。うん、こいつかな。うん、この世の終わりが、魔の世界がやってくる。光やとぎり闇の時代が来る。おお、お主らが死ぬにまみれのたうつ姿が見るの悪い答えは町から出るな。うん、ありがちなジジイですね。ジジイって言っちゃった。これなんだっけ。あ、わかった、情報屋だ。いい話があると聞いてみないか。怪しげだね。そこなくっちゃでどれにするんだい。あ、これね、いいかい、よく聞きなよ。魔導書はあちこちの魔法で売り買いできる。売ってない魔導書もあるって話。へへ、また来てくれよ。いい話知れとくからなって。うん。喜んで教えてくれるんですけど、タダで教えてくれるんですね。うん。何が目的なんだろう。チュートリアルですね。親切なおじさん。はい、女の子。魔物を倒してくださったそうね。まだ倒してないんだけどな。あ、ここに来るまで倒してきたってこと。なんだか生きるの罪が出てきたか。出てきた。おお、いいですね。あ、この人は大
体ここにいるのはドラクエで言えばね、おしっこしてる人ですよ。王が赤くなると信じられない。酒でも飲まずにやってる。あ、こっちは酒飲むパターンね。ここなんだろうな。あ、魔法屋ね。この作品ではね、魔法をね、売り買いしますね。売ったりもできます。そしてね、キャラクター同士で渡し合うこともできます。使えないとダメですけどね。蘇生屋か、ここは。うん。誰を蘇生？カオス蘇生する。そのものは生きておるではないか。うん、怒られた。はい、気をつけます。ここなんだっけ、ここなんだろうね。あ、宿屋だ。宿、今はいいや。うん。あ、経験値を教えてくれるんだ。あといくつ、いくつでレベルが上がるかって。あ、あと止まると復活の呪文みたいなやつを教えてくれますね。ん？剣法着たおじさん、お兄さん。また魔物にひどい殺され方した人みたい。うん。人々を結構追い詰められてますね。ん？いずれあんたは勇者となるだろう。目を見ればわかりますよ。うん、わかりますね。ここは病院。あ、病院なんだ。もう結構するね。あ、そうだ。ここは病院で完全フル回復してくれるんですね。海にいる魔物は手強いぞ。そう、確かそうなんだ。海岸に行くとめっちゃ強いんですよね。どうなんだっけ。まあ、どう、今いいかな。はい。うん。カオスがいるからね、回復魔法使えるんですよ。あ、ここ武器屋。武器商人っぽい。ここも今いいかな。初期装備で。装備、まずしてないんだよね、これ。まず黒装備。最初から身につけとけよって思うんだけど。カオスは多分素手。ロミナが黒装備、うん、女の子。まあ、いよいよ戦いに向かうんですね。それならば西の町ヘラーシャへ泳ぎ、西の町ヘラーシャか、うん、ここを目指してみよう。うん、道具を揃えるのは一番だと。あ、奥にある教会は確か何もなかったはず。よし、こんな感じかなですね。じゃあ行きますよ。はい、どうですか、このフィールドの BGM。 これがね、神なんですよ。ちょっとしばらくお聞きいただきましょう。これ聞きたさにね、戦わずにね、じっとこうやってじっとしてることが多かった。エンカウント入るとまた最初からなっちゃうんで、このループがすごい長い。うん。これでまだ半分ぐらいですからね。あ、PC エンジンのあの RPG ってみんなこんな感じで BGM にめっちゃ力入れてて、ループするのがすごい長いんですよ。ループとループの間が。かっこいい。どうですか。あ、海岸行っちゃいけないって聞いたけど、どうだったっけ。そんなに怖かったかな。あ、そうでもないな。あ、ちょっと逃げとこう。何が出るんだっけ。これただのガですよ、ガ。ティーフって。そう、これ一人ずつ逃げるんですね。みんな逃げれるわけじゃなくて、一人逃げ遅れたらずっと そこで、逃げるまで戦うという。あ、またティーフだ。大したことないな。あ、やべ、おい。やべ。これ、運次第でね、どこにでも行けますよ、これ。あ、でも、やばいかな、これ。とりあえず西のヘラー社に行こう。これクリーパー、お、
この内臓むき出しの、クリーチャーいいですね。これね、そこそこ強いです。てか結構強いです。ただ、ね、すごい逃げやすいですね。まあ、臓器むき出しですからね。あれ、どっちだろうな。リーパー。これ結構強かった気がするな。序盤にしては強いやつ。7! あ、やばい。あ、死だ。あ、回復忘れたわ。あ、ちょっと浮かれてましたね。リーパー強え。あ、ロミナ。ロミナー。5も削られるね。もうここでインスマウス出るんだ。そう、クツルフ神話にも出てくるインスマウス人ですよ。え、今15じゃなかった？ここはカオスのライルで回復。よし、今一歩です。今逃げたやつに捕まった感じですね。絶対死ぬでしょこれ。51！ バカじゃないの？こいつバカ。あれ？あ、ここじゃない。やべやべ。そういえば海岸歩いちゃまずいんだ。ティーフも色違いだこれ。見える見える見える。回復し、あ、薬草買っておけばよかった。あ、このティーフ強え。全滅した。あ、そうこれ死んでもゴールドは減らずに、お前さん方がみんな死んでしまった。葵殿はなんとか蘇生したが残りはまだだ。他に蘇生をさせる者はいるかねって。この蘇生させる費用がデスペナですよ。80かかるんですね、はい、もう一人ロミナ。これでいいな。よし、OK、いきなり死にまくりですね。宿屋に泊まっとこうか。そう、この覚醒の言葉ですね。泊まると覚醒の言葉が聞ける。ただこのアルファベットとひらがなとカタカナ、3種類の文字で構成されてます、今序盤だから2行だけど、最終的に4行になりますよ。これ絶対間違います。大変ですよ、打ち込むのめっちゃ大変ですよこれ。確かこれ出た当時バックアップユニットがまだ出てなかったので、書くしかなかったっていう、打ち込むしかなかったという。はいはいあ、これ宿屋だと完全回復しないんだ。なので病院に行ってわざわざ治療しなければいけないという。治療できない。あ、金足りねえ。まだ一回も戦ってないからね。どうしようかな。もうこれめんどくせえ。あ、めんどくさいとか言っちゃう。この辺の硬派仕様がすごい硬派なゲームデザインが、当時みんなライトゲーマーでしたから、結構ねきつい評価をいただいたらしいんですけど、僕はね大好きでしたよこれ。3、4周してます。はい、いきます。ティーフなんか雑魚ですよ。
ぱい今見ました、血が噴き出しました、うん、倒すとね血が噴き出すというホラー仕様になってます。これもかなり話題になりましたね。一応子供が、うん、遊ぶゲームとして出たわけですからね、やっぱり夜一人で遊ばないでくださいというキャッチコピーがねすごい際立ってましたね。これ時間かかるな、これこれ必殺の一撃よっしゃ、そう血しぶきを上げながら戦う RPG として、あれがうねいたかな、この逃げちゃおう、カオス捕まった、あラリホーかけてくるんだ、ドラクエでいうラリホーをかけてきますね、あ回復もうないよ、回復ないよ、あこれ鬼仕様だ、逃げるしかないな、これ逃げる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 、逃げられない、根っこあるんだから逃げれるでしょ、これカオス逃げ遅れた、やべやべ、これどうしよう、カオスライル使う、カオスは MP が足りない、そりゃそうだよね、レベル上げなきゃダメだね、まあいや行けるところまで行って、あの街に行こう、街ゴビン、ゴビン初登場ですかね、あつい戦っちゃった、ゴブリンってザコってイメージあったけど、これにおけるゴブリンは強いんですよ、死んだ、絶対死んだ、これやったやった、どうしよう、帰ってももう遅いよね、どっちにしても地獄だ、あこれか、案外逃げれちゃったりする、くっ、あ逃げた、海だ逃げた、カオス逃げた、うん、時々やばい時ね逃げやすくなるっていうパラメータがある気がしますね、あやばい、ここ通ると海岸だ、積んだかも、しかも強いティーフだ、やめ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 、毒、毒だ、毒でもなんでももう死んだよ、これ積んだでしょ、3人とも逃げられないという、主人公が、しかもカオスが毒だ、しかも毒、あーおいこれやっぱり地道にやっていくしかないね、2回目の殲滅です、はい、カオス、あ無理だね、これ直せない直せない直せないはい、じゃあね、もう今回はもうフィールドの音楽を聴きながらうんやめようかなはい、じゃあね、ちょっとパラメータをね、あれああこの PC エンジンのコントローラーって、あのランボタンとセレクトボタンを一緒に押すとリセットされちゃうんですね、こんな感じで、はい、これ何度かやったことありますわ大事な時に、皆さんも気をつけましょう持ってないか、はい、 PC エンジンの録画にも慣れたら、うん、本作も本格的にやっていくかもしれません。うん。
あと他にもね、PC エンジンのヒューカードですね。ヒューカードはね、いっぱい持ってるんですよ。順次やっていこうかなと思っております。それでは、ご視聴ありがとうございました。